政府はですね、またドル売り円買い介入に踏み切りました。151円90銭まで進んだと。この動画の高評価、コメント、チャンネル登録をしていただきますととても励みになります。まあ、私は皆様に152円ぐらいまで行く可能性あると、それを抜けたら次は160円ですということは、随分前から申し上げてまいりましたが、今日その151円90銭というところまで行ってですね、そこで政府はですね、思い切ったドル売り円買い介入に入りまして、一時7円ほどの大幅なですね、144円台というところまでのですね、円高ドル安に行きました。為替の介入についてですね、効果があるとかないとか、まあいろいろ言われていますね。確かに本質的なことではないんです。基本的にはファンダメンタルズ、例えばアメリカのですね、金利がもうこれ以上上がらないだろうという見通しが出てくる、まあこれは結局アメリカの物価が、インフレが落ち着いて景気が鈍化して、まあそういう一つの条件があるわけですね。そういうことがならない限り本質的な解決にはならないのは事実なんですけれども、ご存知のようにですね、為替の取引っていうのは片方向の取引をやったら必ずその返しの取引っていうのがあるものなんですね。しかし政府が行う介入というやつは、円を買ったら買いっぱなしになります。それを戻すってことは基本ないんですね。で、今政府がやっているこの介入っていうのは、それこそ為替が80円台の頃に、これ以上の円高を阻止するために円売りドル買いをやっていた、そして溜まっていた外貨準備なわけで、つまり政府は80円ぐらいのドルをたくさん持ってるわけですよね。それを150円で今利食ってると、こう考えると、まあある意味うまいっちゃうまいんですよ。で、それはもうドルを売って円を買ったらもうずっと買いっぱなしなんですよね。ですからそれなりに大きな効果があるわけなんです。基本的には、まあ神田財務官もですね、ずっとおっしゃってるように、介入したか介入してないかはもうあえて言わないと、つまり覆面介入ってやつですが、少なくともですね、覆面であろうが何であろうが7円動いて介入したことは間違いないし、政府の高官もですね、介入したっていう事実を認めています。例えば149円99銭から150円をつけに行くのにものすごい時間かかって、まあみんな慎重になってたわけです。150円つけたら政府が介入するんじゃないか、介入するんじゃないかということで心配してたわけですね。しかし介入がなかった、よし、じゃあちょっとドル買い進めてみようということで、投機筋が151円になってもそれでもないなさそうなんで、もうちょっと行こうということで151円90銭まで行った途端にズバーンと強烈な介入を入れて144円台まで一瞬行ったということですね。まあやっぱりね、いろんな方は言うけれど、私は前回の9月22日の146円手前から140円の前半まで行ったあの介入も見事だったし、今回の介入も まさに見事、投機筋もですね、日本政府ってなかなかやるなというふうに思ったんじゃないでしょうか。もちろん本質的な解決法ではありませんが、相当これは投機筋に対してですね、ダメージを与えたことは間違いないと、このように思います。動画の最後に失礼いたします。私、竹下明則が売買をおすすめする銘柄などをお届けする投資顧問サービス KIS 公式版では、ただいま新規入会大キャンペーンを行っております。自分自身で正しい投資判断ができるようになりたい、長期的には億の資産も築いてみたい、毎日の利益も積み上げたい、そんな投資初心者がお役に立つ情報を毎日配信しております。詳しくは概要欄をご覧ください。